選手権試合45分一般勝負、花浜260パウンドグレートサンチェー、270パウンドラッシャーキマラ、花浜252パウンドロッキーハタ、240パウンド天竜。全国のプロレスファンの皆さん、こんばんは。世界で一番強いタグチームを決めます全日本プロレス世界オープンタグ選手権試合、今夜の会場は福岡にやってまいりました。リング上は天竜ロッキー旗組ハンサムフレッシュコンビ対ラッシャー木村グレート草津、国際プロレスが誇ります IWA 最強コンビとの試合を迎えました。勝負の方はルールによりまして45分の一本勝負です。今週の放送解説の方は田澤宏さんでございます。田澤です、よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。さあ、非常に面白い好カードを迎えましたですね。そうですね、木村札組のベテランコンビはね、 IWA の世界チャンピオンですね。はい、シーズン前からね、とってもカッカと燃えてるんですよね。そうですね、対抗戦もありますんでね、それに対してこのフレッシュコンビはどこまでね、これやるか、このなんですが、できるだけ積極的にですね、はい、コンビはね、当たっていかなくちゃいかんですね。そうですね。さあ、最初の登場は全日本プロレスハンサムフレッシュコンビは天竜源一郎の登場です。相手はグレート草津でございます。グレート草津が193センチ118キロ、天竜が189センチ103キロでございます。2人のですね、田澤さん、はい、キャリアを比べますともう比べ物にはならないんですけれども、比べ物にならないですね、はい、ですから思い切ってこれはね、ぶつかっていかなくちゃいかんですね。なるほど。フレッシュコンビの方はその度一試合ごとに上がっていくと、ええ、だからどこまで上がるかわからない、その未知のね、興味があるわけですよね、はい、今夜は全日本プロレスの若いチームが国際プロレスのベテランチームの胸を借ります。左の腕を取りました天竜源一郎でございます。それにしましても田澤さん、はい、広く世界のですね、はい、プロレス界に参加を呼びかけて実現した全日本プロレス世界オープンタグ選手権ですけれども、日本の他団体からいち早く名乗りを上げたのがこのラッシャー木村グレート草津組ですね。そうなんですよ、たったね、始めてからまだ本当の短い期間にね、はい、とにかく世界のトップのね、チームと堂々と渡り合ってるんですからね、大したもんですよこれね。さあ、フレッシュハンサムコンビはロッキー・ハタにタッチが行われました。グレート・クサスとの一騎打ちでございます。どういう風な技を見せてくれますか。数々の名勝負が繰り広げられております。世界オープンタグ選手権試合、この試合は特に団体が違うということでメンツがありますからね。そうなんです、ね、このフレッシュコンビぐらいね、短期間にですね、はい、世界のトップクラスとね、ぶつかれたっていう幸せはあんまないわけですね。そうですね、それだけにね、そのうんと燃えてもらわなくちゃいかんですな。はい、ラッシャー木村、それからグレート草津はこの全日本プロレスの若いチームハンサムフレッシュコンビの印象を聞いてみたんですが、若さがあって非常に動きがあって素晴らしいチームだということを言っております。それから何をしでかすかわからない未知の魅力があるということも言ってますね。一試合ごとにね、その上がっていくというその未知のね、興味っていうのはフレッシュコンビのいいところですね。なるほど。それで一口に言うとね、これはペップとガッツのチームですね、はい、このコンビはね、つまり稲瀬な、あの粋なね、つまり辛いね、はい、粋な味と、それからガッツと両方ありますね。なるほど。まあ、総合をしますとレスリングセンスがいいということになりますかね。そういうこと、センスがいいですね。そうですね。腕を取りましたロッキー旗、攻められておりますのがグレート草津でございます。この草津選手といいますと田澤さん、はい、もうタッグマッチの名手ですからね。そうなんですよ、IWA のこのチャンピオンになってからももうだいぶ応援してますね。そうですね、もちろん切り札は足四の字固めでございます。今夜も若いフレッシュコンビにぜひ足四の字固めを試してみたいというふうにグレート草津語っておりました。草津選手はね、非常に下半身が強いですよね、スピードありますね。ラグビー界からの異色のプロレスラーですよね。そうなんです、で初めのうちはね、その幾分の脆さが状態にありましたけど、はい、今はもう立派なもんですね。今日は福岡市宮殿記念体育館のリング上、この草津選手の出身は熊本でございます。ラグビー界のプリンスからプロフットボールを出ましてプロレス入りを果たしましたグレート草津。さあ、天竜の動きがいいようです。まだ国際プロレスの大将でありますラッシャー木村の登場はありません。
キックを見せました。いや、膝打ちを見せました。グレート草津、すごいニーリフトですね。そうなんです、はい、さあ今度は左手で今チョップを見舞いました天竜源一郎でございます。やっぱりラグビー出身ですからね、足は自由に動きますよね。本当に今年デビューした選手とは思えません。大きく大きく成長いたしました。来日しておりますドリーファンクジュニアに天竜の印象を聞いてみましたが、久しぶりに天竜に会ってびっくりしたということを言っておりました。まるでチャンピオン当時時代のジャック・ブリスコのようだと非常に成長を褒めております。ドリーファンクジュニアです。いいそうですね、ブリスコの味ですね大体、はい、そしてドリーファンクジュニア、テリーファンクの2人は一つだけこの天竜に苦言を呈するとすれば、それは攻撃的なレスラーになってくれというのが願望なんだけれども、今一つ攻撃が足りないような気がすると、こういうふうに若い天竜のことを語っておりました。なるほど、あ、いいアドバイスですね。それにしましてもチャンピオン当時のジャック・ブリスコという褒め方、これは嬉しいですね。ブリスコの味ですね。ブリスコの味ですね。体格もそういえばジャック・ブリスコに似ております。日本が誇る若さ天竜であります。さあ両者がっちりと睨み合いました。相手はベテランです、天竜。まあ相手の胸を借りるということでハンサムフレッシュコンビ負けてもともとという気がありますからね。そうなんです、あるいは金星を拾えるかもしれません。だから思い切ってね、とにかくぶつかっていかなくちゃいかんですよ、はい、さあ国際プロレスの総帥ラッシャー木村登場してまいりました。 IWA の選手権者でございます。このシリーズに突入するまでに12回分防衛を果たしておりまして、連続防衛記録をさらにまた更新中でございます。ラッシャー木村、どういうレスリングを見せますか。同じ相撲出身です。バックを取りました。そのラッシャー木村です。金網デスマッチの鬼、ものすごいプレイヤーです、ファイターです。ラッシャー木村、185センチ125キロ、下から潜り込むような姿勢を見せました。黒いトランクスに黒いタイツ、黒いリングシューズ、まで力道山そっくりですね、田澤さんね。そうなんです、力道山の感じですね。本当ですね。さあハンサムフレッシュコンビは非常にタッチワークが巧妙です。ロッキー畑の登場でございます。相撲界でも先輩に当たります。宮城野部屋出身のラッシャー木村、ラッシャー木村とロッキー畑の対決になりました。非常にあの畑のヘッドロック、いいヘッドロックですね。いいヘッドロックですね。アメリカ帰りのすごいやつ、2年間アメリカ修行を経まして今年帰ってまいりました。ロッキー畑、組み投げの取り合い、ヘッドシザース、スックと立ち上がります。素晴らしいフットワーク両選手。私はね、この間うちからね話してるのは、はい、天竜と畑ですね、何でもないようなのヘッドロックがね、ずば抜けていいですね、はい、何でもないように見えて実は一本取ってますよ。なるほど、後ろに手を回す、大きくロープに投げ飛ばす、さあどうだ、おっと今のはダブルエルボーアタックみたいになりましたね。そうですね、強烈です。喉元に食い込みました、ラッシャー木村、そしてヘッドバット正面から、いや、ここらが木村のね、お得意の、はい、見せ場ですね、非常に貫禄のあるリング上ブルドッキングヘッドロックから頭を落としました。強烈な技です。ロッキー畑ちょっと動きが止まりました。揺さぶり戦法は素晴らしいですね。素晴らしいですよ、そして大きくバックドロップ、ラッシャー木村を投げる、バックドロップ、あれだけ揺さぶられていてね、そのあれから返すというのは大した得意技が出ました。ロッキー畑えらいもんです。さあどっちが先に立ち上がるか、カバーに浮くことができません。そして一発ヘッドバットをかましました。ここでグレート草津の登場でございます。グレート草津には切り札の足4の字固めがあります。さあチョップの応戦になった、チョップの応戦、そして逆水平、ロッキー畑表情が変わってきた、思い切った拳打ち、あっとものすごい形相、グレート草津エルボーバットの返し技、そして顔面に手を置きました、かきむしり攻撃。いや、あそこらがね、そのフレッシュコンビの若さですよね。はい、闘志をむき出しにしています。大きくキッチンシンク、倒れ込んだのは草津だ。さあ全日本プロレスが勝つか、国際プロレスが勝つか、両団体のメンツをかけた一戦。大きくロープに飛ばす、おっと飛び上がってのコブラツイスト、コブラツイスト、さあどうだ、さあどうだ、ロッキー畑が捕まりました。体を横に振っています、首を振ります、首を振っています。アフロヘアのヘアスタイル、ロッキー畑大きく首を振りました。さあ重心を下げていきますが、今度は反対に切り返した、いや、よく切り返しましたね、ロッキー畑切り返した。
よく切り返しました。ドクターツイストです。足の長さはロッキー畑ですね。そうなんですよね、やっぱりこれガッツですね、はい、腰のあたりに自分の体を密着させていますロッキー畑。リングの中央、おっと今度は反対だ、ま、切り返し3度目、一進一退の攻防でやります。そしてロープサイドもつれ込みました。コブラツイストの切り返し攻防、ロープレイクですが今度は頭に手を回しました。グレート草津、さあ気合を入れます。そしてエプロンによりますラッシャー木村に渡しました。やっぱりねロッキーのこの若さ、なんかアグレッシブをね、草津はよくあの経験で切り返してますね。ははなるほどね、いろいろペースを変えてますね、はい、さあ打ち合い、さあ打ち合い、ヘッドバット、正面からのヘッドバット頭突きを見せましたラッシャー木村です。さあ天竜が行きます。左攻撃、チョップを向かう逆水平、さあそして表を向かせました。木村も怒る、あーっと激しいですね。相撲から転向した1年生が天竜、往復ビンター、さあ怒った、さあ怒った、あっとものすごい怒りようだ、突っ張り突っ張り突っ張りから張り手を見舞いました。大きく対角線上に投げてます。天竜が打ち勝った、ドラップキック、ドラップキック、さあどうだ、カバーだ、カウント2、カウント2が入りました。いやーフレッシュコンビ、とにかく、はい、わーサイドスープレックス、あーすごい、サイドスープレックスを見せる天竜、見事に決まった。カバーの体勢だがピンフォールまでにはいきません。やりますね天竜、早いですね、はい、はい、さあ今度はラッシャー木村が起こりました。両者ともにブレンバスターの体勢ですがキャンバスにぴったりと両方の足をくっつけたが、あブレンバスター木村が見せました。しかしロックサイドです。ラッキーだったね、あれリングの中央だったらちょっと危なかったですね。そしてグレート草津に渡します。火花が散りましたね、火花散ったですね、今度はグレート草津と天竜源一郎の一騎打ち、ものすごいキッチンシンク、強烈胃袋のあたりに蹴り上げました。グレート草津ちょっとタッチプレーの方が厳かになってますね。そう、バックブリーカーからそのまま抑え込みに行きましたグレート草津です。一人でやる試合展開が長くすぎますね。ここでやっぱり、はい、おっと足4の字がためだがどうでしょう、足4の字がためだがどうでしょうか、右から入りましたがうまく切り返した、切り返した、切り返しました。十分に草津の足4の字がためは警戒しています。天竜源一郎よく見てますよ、はい、最初の試みは不成功に終わりましたが必要に天竜源一郎の足を狙っています。これはあるいは足4の字固めへ行くプロセスかもしれませんね。あその前提ですね、はい、準備工作です、ね、はい、足殺しは気をつけなきゃいけません。スタンスを大きく広げました天竜源一郎、しかし手がかかったですよ、はい、足に力いっぱい腰に乗せて返したうまく切り返したがちょっと腰を痛めた、危ないぞ、これ天竜危ないぞ、ロッキーに繋がなくてはいけませんね、腰を打たれています、危ないぞ危ないぞ危ないぞ、これ危ない危ないですね、おっとレグブリーカー、レグブリーカー、さあここで狙ってますね、次はもうレグロックを狙っています。足4の字だがどうだ、返すことができるか、天竜返すことができるか、強引に足4の字、強引に足4の字、どうだどうだ、逃れるか、どうだ、入ったか入ったか、あっと危ない、まだ十分ではない、十分ではない、左の足を思い切って右の手で突き上げていますがまだ不十分、足4の字固め不十分、さあ入るかどうか、さあどうだ、グレート草津の切り札、足4の字固め、足4の字固めであります。どうでしょうか天竜、左の足がまだ復してませんね、まだ入ってないです、両方の手で抑えました、さあ入るか、さあどうだ、さあどうだ、入るか、足4の字固め、どうだ、危ない、入った入った入った、足4の字です。フィギュア4レグロック、とうとう仕掛けられました。グレート草津の18番、苦しい苦しい苦しい、天竜苦しい、どうだどうだ、さあどうだ、サードロープにやっと手がかかりました、やっとまあ、ナローエスケープですね、本当ですね、しかし草津はよくまあ、準備工作をしてですね、はい、さすがですね、ザ・デストロイヤーのフィアフォーレグロブと比較してどうですか田澤さん、あむしろデストロイヤーの前世時代遜色ないですね、はは、かなり膝を締められました、ちょっと苦しくなりました、ここでタッチしなかったのがいかんな、なんとかチャンスを見て、さあおっとおっとレグブロックか、レグブロックだ、膝砕きに行きました、そしておっとフィギュア4レグロッグ、ロッキーが助けた、ロッキーが助けました、フレッシュハンサムコンビのコーナーです、危なかったですね、しかし天竜よく頑張りましたね、
天竜頑張りましたが左の膝のあたりをカバーしています。さあ試合続行なるかどうか。相当ここで足4の字固めで苦しめられました。タッチをしなきゃダメだな天竜です。なかなかロッキーに渡しません。さあどうでしょうか。今正式にタッチでやります、ね、しかしグレート草津の足4の字固めかなり強烈でしたね。強烈でした、いやね、デストロイヤーの前線時代と思い出しましたね、はい、なるほど。ロープに飛ばしてドロップキック。ロッキー旗得意技。さあそのカバーの体勢ですがうまくカウント2で跳ね返しました。この辺りで挽回しなくてはなりません。さあロッキー旗が大きく飛ばしてもう一回ドロップキック。自滅足があります。グレート草津空中高く飛び上がりました。ロッキー旗のドロップキック角度を見ておりました。さあ危ないぞ。大きくロープに飛ばされた。ものすごい膝蹴り。胃袋のあたりに命中であります。いぶし銀のような凄まじい攻撃。グレート草津さあ大きく持っておっと回転エビ、回転エビローリングクラッチホールド決まらない。今度は反対にグレート草津が自らブリッジしてどうだどうだ。決まったか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 。ああ決まった。決まりました。さすがはやはりローリングですね、あのブリッジから決めましたね。さすが電光石火のごとく決めました。しかし回転エビ固めよくやりましたよ。うまくブリッジを利用しましたね。さすが朗報ですね。そうですね。チャンスは逃がさない。ラッシャー木村グレート草津組ハンサムフレッシュコンビの天竜そしてロッキー旗組を打ち破った一戦です。天竜が足4の字に仕掛けられた瞬間あこれはダメかと思ったんですがその後ずいぶんと我慢しましたがね。そうなんです、それでロッキーの方にしてはね心理的な安心がいけなかったですね。ちょっと気を抜いたんですね。なるほどね。そこを疲れましたね。はい、両団体のメンツをかけました。若さとベテランの対決でありますけれども結局ラッシャー秋村グレート草津組が電光石火回転エビ固めによりましてラッシュ天竜そしてロッキー旗組を打ち破った試合でございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。